ストの川本睦子です。今日も発音の Vlog をやっていきたいと思います。今日はですね、二重母音の O の発音について、喋りたいと思います。この O はですね、すごくこの唇の筋肉ここをすごく使います。まず O と言ってからうって閉じるんですけど、以前二重母音のお話をした時に言ったんですが、二重母音を言う場合は最初の音を9割で、最後の音を1割ぐらいと思ってくださいという説明をしました。で、この O も二重母音なんで、 O が9割で、最後にキュッと O という感じで、うで閉じます。で、この1割だけうが出てくるんですけども、1割しかないからといって適当にすればいいわけではなくて、このうで閉じるというのがめちゃくちゃ重要なんですね。で、特にこのおうの発音ですね、前 R の発音の説明をした時に、英語の発音は3次元だとお話をしました。英語の発音はアメリカ英語の発音ですね、は日本語と違って、そのこの唇のこの筋肉をこう前後に使う動きというのがすごい重要になってくるので、このおうおう、心、唇を自分が思ってるより2倍ぐらい動かして前に突き出さないと出ない音なんですね。では一緒にやってみましょう。おーおーおー、はい、こうこの奥行きのある音をしっかり作ってください。で、前回言ったように、これもR の音は入っていないので、例えばうっていう感じ、舌が奥になっちゃって濁るようなことはないように、舌を常にフラットにしましょう。O の説明、まあざざっとしたんですけども、例えばこの O が入っている単語ですが、例えば own とか、home、 あと only、あと、so、 あと go、 あと no とかあります。あとですね、これ歌の中では結構伸ばすところに来たり、アクセントになっている場合が多いので、しっかり o という感じで、唇の筋肉を使っていただきたいと思います。それで、その日本語は全然唇の筋肉を使わないので、こうここの筋肉があまり動かない人が、ほとんどで、このオウの発音ができている人っていうのは、あまりナチュラルにはいないかなと思います。私の大学の先生が言っていたんですけども、外語大だったんですが、日本語にはそのうーというふうに唇をうっと出す音は、ほとんどなくて、特に東北とかその北の方に行けば行くほど全然動かさなくなりますね。ズーズー弁と呼ばれる音になっていくんですけども、大阪の一部地域のおじさまだけがこう うっていう音を出すそうです。なので、本当に日本全般あまりこううというふうにこの動きがないので、これはもう唇の筋肉を筋トレするしか発達させる方法はないと思ってください。しっかりこう、まずうーの音、こうギュッとうーというふうに狭くう、このう閉じれるように唇を日々鳴らしていただいて、おーおうおうという感じに、持っていっていただけたらいいなと思います。私の経験上、8割型の人が苦手とする 音で、あまり本とかにも載ってないと思いますが、今日もしこの動画を
見られた方はぜひ唇の筋肉をキュッキュッキュッ前に出す練習をしてみてください。はい、それでは今日はそんな感じで終わりたいと思います。ではねー。